海道、私は最強、に対しての読者の反応集。確かに似てる、そっくりだ。歌い上手きたな。息子でやれ。110でカラオケ行ったらクイーン様が盛り上げてくれそう。するかしないかで言えばギリギリする。脳裏におでんがちらついてそう。幼馴染のライブあるし俺サニー号戻るよ。ルフィの枠がマムなんだよね。関係性で言えばマムが歌のはずなんだがな。メンヘラがメンヘラの歌歌うな。エンディングにいた気がしてきた。初恋の人は自分を弟としか見てなかったのいいよね。リンリン海賊やめなよ。じゃあ俺、ホールケーキアイランドに帰るからよ。会えてよかったぜ。よし、帰ればばあ。こんな圧強いやつ差し置いて黒幕噛んだせるやつ誰だよ。若返ったマム。元から割と最強なのやめろ。裏声。ちょっと待てこれが認めるあなたって誰だよ。マム。ジョイボーイ。本当に最強なやつ。ライブはノリノリでやるだろうな。MC も上手いだろうし。こいつトットムジカを自分で倒すだろ。現実からマム、歌ワールドから街道、この同時攻撃で行く。トットムジカがかわいそうだと思わねえのか。かわいそうなトットムジカ、ひとえにてめえが弱えせいだが。キノコ食ったくらいで自殺できるのかよ。多分自虐的に歌ってる。ネズキノコ食っても酒飲んだら普通に寝そう。トットムジカでも死ななそう。丹野くんとかやってる時の鉄匠の声で脳内再生される。メンヘラ同士通じるものがありそう。こいつのとこはクイーンにアプーと音楽家も揃ってるからな。もしかして街道。ライブとか好きそうだし生配信全員で見てみんな寝てそう。死にゆく街道。本人は満足してるだろこれ。死は人の完成だ。そうだろ。うまくやったよ歌のガキは。だってこいつ街道だもん。だってこいつ街道だもん。見ればわかる。こいつが逆光で辛くはないサダの寂しくないサダの言うんだろ。メンヘラじゃねえか。シャンクスは来てくれたけど、おでんはもう来てくれない。ギャグ映画やめろや。ちょっと待てよ、こいつら知ろうとするクラゲ海賊団何者だよ。いつか来るだろう素晴らしき時代、今はただ待ってる誰かをね、繰り返してる痛ましい苦み、火を灯す準備はできてるの？いざ関西広報、さあ怖くはない？不安はない？私の思いはみんなには重い？歌歌えば霧も晴れる、見事なまでに、私は最強。ここが最高に街道。これジョイボーイなのかおでんなのか解釈が分かれるやつ。私の思いはみんなには重い？重いよ。風車村が魔境だろ。街道ワールドの字面が地獄すぎる。新時代はこの世界だ。世界中全部、変えてしまえば、変えてしまえば。誘拐はないかで言うという。マムとリンリンに配役変えても問題ないな。おでん、会いたいけど会いたくなかった。40億巻のことは悪かったな。増やしておいた。真面目だな。せいぜい大ヒットしろ。ネズキの子は効かないだろうから体力尽きたらトットムジカ解除されるぞ。歌より楽では？体力尽きないだろ。やるか、街道カバーアルバム。やめろよそんなグレンゲが無残の歌だったみたいなやつ、面白くなっちゃうだろ。シャンクス、おでん、マム、ルフィ、街道、歌。怪獣映画なんよ。最強が言うと説得力が違う。ちょっと待て、単にメンヘラっぽいところが、歌以上のメンヘラな街道に当てはまってるだけだろ。ルフィ歌と同じく街道とリンリンの年の差も燃えるだろ。ルフィ界嬉しいだろ。私は最強の歌詞ってシャン歌だよな。あの CP0 も映画に出してほしい。トットムジカ状態のが弱いだろこいつ。いやだよ私は最強聞いて、これ私のことだ。ってなってる街道。歌ってる途中で急に金棒でぶん殴ってきそう。ゴードンポジションがオロチになるのか。もう許さねえぞゴードーン。弱肉強食の戦いの世の中を望んでいる街道と、争いのない世界を望んでいる歌じゃ、決定的なところで相入れないけどな。勝手にマムへの片思い扱いするな。可能性はあるけども。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。